教えてやるけど、実は最近まで初心者だったのよ。ほら、もっと驚きなさい。もっと楽しくなっちゃえ。誘惑されたら。こんにちは。わざわざ来ていただいてありがとうございます。実は今日は折り入って依頼がありまして、ご協力いただけないでしょうか。よかったです。あなたならそう言っていただけると思っていました。それでは早速ですが、こちらをどうぞ。はい、この本の配達をお願いしたいんです。それぞれの依頼主のところへ順番に届けていただけると助かります。ただ途中でこれがどんな本なのか人に聞いたり中を見たりはしないでくださいね。とても貴重なものになる予定の本ですから、とびきり素敵なお礼をご用意していますので頑張ってください。最初の宛先はこちらです。それではよろしくお願いします。レイちゃん、ひよりちゃん、岸くんが来るのってもうすぐだよね。そうだね。通信魔法でカリンから聞いた感じだとそろそろだと思うよ。えへへへ、私たちがトップバッターだなんて楽しみだな。噂をすればだね。岸くん、待ってたよ。じゃなくて、今日はどうしたの？あ、これがそうなんだ。配達ありがとう、岸くん。レイちゃん、それじゃあ。ゆいちゃん、私も行くよ。楽しみだね。二人とも盛り上がってるね。それにしても君とこのランドソルで冒険をするようになってかなりの時間が経ったけど、もうすぐ3年になるんだそうだ。すごいことだよね。思えば君といろんなことをしてきたけど、楽しかったことも苦しかったことも、まあ恥ずかしかったことも、全てがいい思い出だよ。これからも君といろんな思い出を作っていけると嬉しいな。お待たせー、岸くん。はい、うん、お待たせしました。落とさないように気をつけてね。次の配達はここにお願い。ちょっと長いお仕事になると思うけど頑張ってね。このお仕事が終わる頃にまた会おうね。それじゃあ、キジくん、いってらっしゃい。諸君、ご苦労。今日のライブもなかなかに盛り上がったじゃないか。本当ですか、プロデューサー。みんなで頑張ったもんね。はい、そうだ。のぞみ、通信魔法で聞いた感じだとそろそろですよね。噂をすれば君が来るのを待ってたよ。それじゃあみんなで早速。ダメです。
ますよ、この人の目の前では。あ、そうだね、ごめんなさい、君はそこで待っててね。絶対覗き込んじゃダメだよ。ほう、楽しそうなことをしているな。私もカルミナの一員、プロデューサーだろう。混ぜてくれ。プロデューサーが関わったらものすごいことになっちゃいそうだけど、いいのかな。よくわかってるじゃないか。まあ私は眺めるだけにしておいてやろう。さてと、ライブも終わったことだし、私はもう行くとするよ。ではな、坊や、近いうちにまた遊ぼう。これでよしっと。お待たせ。素晴らしい本になりました。それに紬も一生懸命考えてくれましたから。私は別にそんなんじゃ。もう紬ったら照れちゃって。ねえ、それじゃあこの本を次はここへ届けてくれる？落とさないように気をつけてね。気をつけてね。行ってらっしゃい。行ってしまいましたね。この後のことを考えるととてもワクワクしてきます。私も楽しみになってきました。少年、話は聞いているよ。配達ご苦労様。この本が例の。ああ、いや、こちらの話だ。気にしないで。ではこれは二人にお願いすることにしよう。ともちゃん、まつりちゃん、よろしくね。了解っす。走ったら転ぶよ、まつりちゃん。二人が戻ってくるまで少し話そうか。この王宮の正門前で君と過ごしたあの日のようにね。覚えているかな。君が迷子だと気づかずに私が一人で延々と話してしまったり、一緒に写真を撮ったこともあった。王宮の中でクリスちゃんにいたずらをされたこともあったね。君に兜を持って行かれてしまって、今思い返しても恥ずかしいよ。けどその全てが思い出というものだね。君と私たちの、君とは長い付き合いになったね。その事実に幸福を感じるよ、心から。ジュンさん、トモ姉ちゃんと一緒にただいま戻りましたっす。二人ともありがとう。少年、本を返そう。あとこれが次の配達先だよ。それじゃあ道中気をつけて。それとこれからもよろしく。また会おう。兄ちゃん、ここを通ろうってんなら出すもん出しな。分かってんだろ、通行料だよ。んだ、いい度胸じゃねえか。俺に意見するとどういう目に遭うか、その体に教えてや。おら、あがー。いや、何してんだ。
それが。なるほどね。なあ、気にすんな。こっちの話だ。ギャングってほら、いろんな情報を持ってるからさ。え？あれ？お兄さん？こんなところで奇遇だね。なあボス、この本、例の仏だってさ。面白そうだし、俺たちもやってみようぜ。はい、任せて。そう来なくっちゃな。つうわけで、預かるぜ。悪いようにはしないからさ。大事な仕事ですね。よーく見ときです。私がボスより活躍してみせるですよ。ああ、その気合が空回りしないといいけど。そういや、俺たちがエルピス島に乗り込んだ時も祈りのやつ、なんだかんだで張り切ってたよな。あの時は君のおかげで大暴れできたんだ。これ以上ないってくらい体の底から力が湧いてきて、思い出すだけでたぎってきたぜ。なあ、また俺たちに力を貸してくれよな。ダチが一緒ならどんな相手だろうが負ける気がしねえ。カヤちゃん、早かったなボス。ブツはどこだ？疲れたです。その様子だと全部祈りがやらされたみたいだな。ほら、君に返すぜ。時間取らせて悪かったな。他のギルドに割り込んじゃったけど、俺たちも君には世話になってるからさ。そんじゃ、配達頑張ってくれ。またな。これよりディアボロスの世界征服会議を始めるのじゃ。それよりプリン、ミユコはプリンが食べたいの。ミユコさん、忘れちゃいましたか？忘れた？忘れたって一体何をなの？今日は例の日でしょ。そのためにみんなで集まったんじゃない？そうだったの。今日は例の日、プリンが来る日だったの。あいつが来るの楽しみなの。プリンが来る日じゃなくて、今日はあいつのために。あ、お兄ちゃん来てくれましたね。もうタイミング悪い。今の聞いてないわよね。おお、我が眷属ではないか。どうした？主のご機嫌伺いに来たのか？なかなか関心なことじゃな。こんにちは。待ちくたびれたの。プリンはあるの？私が受け取るから、ちょっと待ってなさい。あんたも大変よね。あっち行ったりこっち行ったりしてさ。え？みんなと会えるから楽しい？本当にあんたってお人よしよね。でもそんなあんただから3年も一緒にいられるのかもね。まあ、なんていうか、これからも、よろしく。そろそろできる頃かしら。ちょっと見てくる。
先はメモしておいたから。プリン美味しかったの。これからも毎日ここへ遊びに来るの。頑張ってください。一緒にいろんなこと経験しましょうね、お兄ちゃん。ではさらばじゃ。こんにちは。よく来てくれたわね。あなた様、お待ちしておりましたわ。そちらが例の本ですのね。それでは一旦お預かりしてっと。たまきさん、お願いいたしますわ。早速準備を始めるにゃ。にゃ、にゃ、にゃ、これでどうにゃ。さ、ずいぶん威勢よく作業されているようですが、余計なことはしていませんわよね。普通でいいんですからね。大丈夫にゃ。よっと。いい感じで。みふゆさんがああ言ってるんですから、きっと大丈夫ですわよね。あなた様は安心してお待ちください。以前のように巨大なロボができてしまうこともありませんし。ああ、いえ、お気になさらず。セントテレサ女学院での出来事を思い出しただけですわ。それ以外にもあなた様にはたくさん助けられてきましたわね。シマクジラとの戦いは今でもはっきり思い出せますわ。大変なことばかりだったはずなのに、いざ振り返ってみるとどれもいい思い出になっているのが不思議ですわね。それもこれもあなた様がいてくれたおかげですわ。ですからこの本が少しでも素晴らしいものになるといいのですが。大丈夫ですわよね。さあこれで完成にゃ。さすが玉木さんですわ。完璧な仕上がりです。それではこの本にこちらをこうしてっと。はい、受け取ってくださいまし。次の配達先はメモしておきましたので、お気をつけてお行きください。頑張って。頼んだにゃ。それじゃあまたね。私つい我を失って弟くんのお姉ちゃんになっちゃった。あとそれを言うなら一心不乱だよね、りなちゃん。こんにちは。仕事をこなして賃金を得ているんですね。私の教えたことが少しでもあなたの役に立っていれば幸いです。そうですね、今度私からも仕事を頼みます。受けてくださいね。
リノちゃん、リノちゃん、お姉ちゃん今ねねこさんから年上の姉的な何かを感知しちゃったんだけど、リノちゃんは弟くんの妹としてどう思う？お姉ちゃん心配だな。どう考えても勘違いですから、早く仕事に戻ってください。お兄ちゃん、配達ありがとうございます。マスターはいませんけど、ゆっくりしていってくださいね。その本はちょうどいいタイミングですね。あなたに仕事をお願いします。今から私たちにクレープを作ってもらえませんか？ありがとうございます。今のうちです。彼がクレープを作っている間に私たちはなすべきことを遂行しますよ。じゃあこの本ってマスターが言ってた、お兄ちゃんとの大切な思い出をこんな風に残せるなんてとっても嬉しいです。で、何やってるんですかお姉ちゃん。弟くんがクレープ作ってる勇姿を少しでも長く目に焼き付けておきたくて。いいからこっちに集中しろよな。早くしないとあいつがクレープ作り終わっちゃうぞ。はーい。ノエムちゃん大丈夫？痛くない？私の頭ってお姉ちゃんだから頑丈なの。弟くんとの思い出はお肉をしてこれをこう。いったー、なんなんだよお姉ちゃんだからって、わけがわからん。お、リノ、この服はなんなんだ。これはお兄ちゃんたちと本の世界で冒険した時の思い出です。何もかもが不思議な場所で怖かったりもしたけど、素敵な出会いがあったんです。ノエムちゃんのは大間の町だな。あいつや美食伝、それにネネカと一緒にでっかい魚と戦ったんだ。めちゃくちゃ面白かったぞ。しずる、お前はどんな思い出があったんだ。私は闇のお姉ちゃんになったり、お祈りしてたらもっとお姉ちゃんになったり、とにかく今年も弟くんのお姉ちゃん尽くしな一年だったよ。ありがとうございます。うわ、これがお兄ちゃんの作ってくれたクレープ。どこから食べようか迷っちゃいます。こちらが次の配達先です。早く届けてあげなさい。クレープは全員でこれからじっくり味わいます。弟くん、もう行っちゃうの？でもでも弟くん手作りのクレープがあればお姉ちゃん寂しくない。だからお仕事頑張ってね弟くん。いってらっしゃい。またな、怪我するなよ。それじゃあいつの作ったクレープ食べるとするか。あの日でしょ。あんだけみんなで準備してたのに、肝心なあんちゃんが来る日を忘れてたべ。しおしお、教えてくれてあんがとな。いえ、そんな大したことでは。それよりりんちゃんはどうしたんでしょう。あんなに一生懸命準備してたのに。今日は姿を見てないけど、もしかしてずっと寝てるのかしら。もしかしなくても寝てんだべな。しおしお、リマリマ、
悪いけんど、ちょっとリンリンのこと起こしてきてやってけろ。わかりました。多分リンちゃんのお部屋にあれもあると思うので一緒に持ってきますね。リンちゃん、大切な日に寝坊は許さないわよ。手際が悪くてすまねえな。でもあんちゃんも遠くまで歩いてきて疲れたべ。どうせなら温泉に浸かって待っててけろ。風呂上がりに飲むエリザベスパーク印の牛乳はうめえど。まだ行かなきゃなんねえとこがあんだな。そんなら引き止めるのは野暮ってもんだべ。でも牛乳の一杯くらいは飲んでってけろ。なんもお礼を言うのはオラの方だべ。あんちゃんにはいっつも助けてもらってばっかりだからな。牧場が取り上げられそうになった時もあんちゃんには本当に世話になったべ。今の牧場があんのはみんなとあんちゃんのおかげだべ。オラがいくら恩を返そう返そう思っても恩は募っていくばっかな気がするけんど、それでみんなとあんちゃんとずっと一緒にいられたら幸せだべな。お待たせ、例のあれ持ってきたよ。当たり前のように登場してっけど寝てたんだべ、リンリン。起こすの大変でした。起きてからも事情をなかなか理解してくれないし。まあまあ細かいことは気にしない気にしない。そんでこの本でいいんだよね。ちょっと借りるよ。これをこうしてここをこうして出来上がりっと。はい、返すよ。きちんと次のところに届けてね。あんちゃんなら何の心配もねえけどな。お気をつけて。いってらっしゃい。
たか。あ、いいところに来てくれた。より可愛く見える角度、さっき発見したんだよ。それでは、その秘蔵の書物をお預かりして、早速始めるです。待ってください。あの、すみません。先輩は少しの間、目を閉じていてもらえると。では、ジェグジェグゼン、忍法、千手観覧の術です。シュバババババババ。これなら僕の美しさがより引き立つよ。あの先輩、もう目を開けてもいいですよ。先輩、この本をまた次の方たちのところへよろしくお願いしますね。宛先はここに書いておきました。これからもよろしく頼むぞ。そしていつかバイスフリューゲルの名を貴公と共に広く知らしめるのだ。マコトハン、次はこれを着ておくれやす。もう勘弁してくれよ姫さん、一着だけって約束だったじゃねえか。はて、そないなこと言いましたやろか。マコトハンがあんまり可愛いもんやから忘れてもうたのかもしれまへんな。だいたい私じゃなくてもよ、ちょうどいいのがそこにいるじゃねえか。ちょっと待ってくれたまえ。それは私のことを言っているのかな。そうどすな。かすみはんもたまにはかわいいお洋服着てみまへんか。かわいい洋服は十分すぎるほどに着ているのでね。申し訳ないが今回は遠慮させてもらうよ。私はお前が姫さんみてえなフリフリした洋服を着てるとこ見たことねえけどな。え？あ、いや、それはいけない。とっさに魔法少女の格好を思い浮かべてしまった。そう、その通りだよ。ナイスアシスト女子くん。私は普段の格好が一番可愛いと思っているからね。で、あれ、君いつの間に。しもった。そういえば今日は王子はんが来る日でしたわ。いけね、すっかり忘れてた。でも準備はもう済んでるよな。ああ、多分今は香織さんの部屋にあるはずだ。ちょっと見てこよう。バタバタしていてすいまへんな王子はん。もう少し待っててな。はいたーい、持ってきたよマスター。二人ともおおきに。王子はん、その手に持ってる本を貸しておくれやす。これをこうして、はい、かいらしい5本の出来上がりや。次の配達先もメモしときましたから、気をつけてお行きやす。変な寄り道するんじゃねえぞ。迷子にならないように気をつけてくれたまえ。縛りよ。
おはよう。早速だけど、抜き打ちで持ち物検査をします。あら、手に持っているものは何？もしかして学校に関係ない漫画かしら。君、いつの間に悪い子になってたの？先生悲しいわ。なんてね、冗談よ。ちゃんとギルド管理協会から連絡は来てるから。じゃあ預かるわね。配達ありがとう。ヒデサイ、チョスチョス。あら、二人も来てくれたのね。ふふん、当然でしょ。ちょうど彼が来たところなのよ。あ、そうだ。ねえ、これスズナちゃんたちにお願いしてもいいかしら。彼にはちょっと補習を受けてもらおうかなって。もちオッケーだし、任せなさい。よろしくね、スズナちゃん、ミサキちゃん。とっても頼りにしてるから。それじゃあ補習を始めましょう。第一問、じゃじゃん。私たちの夏の思い出といえば？そう、正解よ。ちゃんと覚えててくれてとっても嬉しいわ。すずなちゃんのステージをみんなで守れて本当によかったわよね。その後のバカンスもとっても楽しかったわ。でも男の子と海に行くなんて初めてだったから、先生ちょっぴりドキドキしてたの。みんなには内緒よ。ちょっと簡単すぎたかしら。私たちの大切な思い出だもんね。ヒデサイ、お待たせ。あら、スズナちゃんたちもちょうど終わったみたいね。それでは今日の補習はここまでにします。はい、じゃあこれ次の配達先までお願いね。今度の授業でも君の元気な顔を見られること、先生はとっても楽しみにしてるからね。さようなら。よ、お前さん。にゃんハロー、こんちゃーす。あら、いらっしゃい。もしかして診察に来てくれたの？嬉しいわ。今日はどんな実験をしましょうか。冗談よ。聞いてるわ、本の配達なのよね。ありがとう。あー、あなた様、私のためだけにわざわざいらしてくださるなんて感激ですわ。さすが私の伴侶です。これが例の本ですか。いただきますわ。なんです、これは。私の運命の人に寄ってたかる女たちがこれほどまで。すぐに懲罰を。ちょっとエリコちゃん、今回はそういうのはなしでって話したでしょ。ルカ、アンナちゃん、ナナカちゃん、本のことよろしくお願いするわね。ふっ、任せておけ。考えてみたら、君と一緒に黄昏の都の手がかりを探し始めるようになってもうずいぶん経つわね。あなた様といろんなところを巡り絆を育んできましたわ。それはもう切っても切れない赤い糸をどこまでも強く結び直すように。クスクスクス。君となら
これからも最高の時間が過ごせると思ってるわ。頼りにしてるわね。それについては美月さんの言葉に同意いたします。あなた様、これからもよろしくお願いいたしますわ。はい、本の用意ができたわ。受け取ってちょうだい。次の配達先はこちらです。道中お気をつけくださいませ。ファイトですぞ。これからも頼りにしてるよ。ではさらばだ。我ら煉獄に邁し一陣の疾風。いやー、どうし、すまないね、わざわざ来てもらって。先輩、こんにちは。てか、今日は迷子になんなかったんだ。で、ああ、これが例の本ね。どうす、配達ご苦労さん。したらパイセン、ここはうちが適当に繋いどくんで、その間にチエルと二人で速攻作業をよろすわ。このユニ先輩に任せるがいい。じゃあチェルッと行ってきますね。いや、なんかそれにしてもあれだよね。そのなんだ、あんたがこの学校来てだいぶ経つわけだけど、どうよ学園生活は。どんな感じよ、ぶっちゃけ。半回答かよ。なんその当たり障りのない即レス。もっとえげつない愚痴とかないの。いや、まあ、あんたはいつも基本そういう感じか。あんた来てからは集団制作つってペンキぶちまけられたり、マンドラゴラに毒吐かれたり、ブサイクポンコツ丸に暴言吐かれたり、しょうもないノリばっかじゃん。よく付き合ってくれるよ。まあおかげでうちも、てかうちらも学園生活わりかし退屈しないっていうか、正直あんたがいるから楽しいんじゃないの。しんないけどね。ういーす、お待たし。はい、これさっきの本で。あんた次はどこ行くの。うん、ここか。うん、いいよ、わかりやすいとこまで送ってく。いや、礼とか別に、迷子になられたら困んのうちらだし。てか実際素人にはわかりにくいんだわ、そこ。つうわけで行くぞ。ほら、ついてき。頑張りたまえ。お疲れ子ちゃんです。これが今回の配達物ね。ご苦労様でした。いつも遠いところまで来てくれてありがとう。とっても立派よ。あら、ちょっと顔に元気がないわね。長旅で疲れちゃったのかしら。ほら、こっちにいらっしゃい。先生のお膝で休んでちょうだい。よしよし、いい子ね。真面目なあなただから
と少し頑張りすぎちゃったのね。でもそんなまっすぐなところに先生もたくさん助けてもらったわ。キラキラとした思い出を作ってくれた自慢の生徒よ。あらあら、キラーン、初音ちゃんだぞ。こんにちは。しちょうど今寝ちゃったみたいなの。疲れてたみたいだからこのまま休ませてあげましょう。だからその間にね。あら、おはよう。うん、元気になったみたいね。よかったわ。はい、これ、あなたが寝ている間に用意しておいたの。それじゃあもう一仕事頑張ってちょうだい。先生とっても期待してますよ。かっこいいところ期待してるよ。ファイトファイト。これからもよろしくお願いします。疲れた時はまたいつでも先生のところに来るのよ。無理だけは禁物ですからね。それじゃあ行ってらっしゃい。お兄ちゃん、頑張って。ミミ、
来た来た、待ってたわよ。はい、ありがとう。確かに受け取ったわ。疲れたでしょ、ちょっと休憩していきなさいよ。遠慮せずに中へ入って、みんなあんたを待ってたんだから。お帰りなさいませ、ご主人様。なんて今日も遊びに来てくれた、嬉しいです。わーい嬉しいな。それじゃあみんな、早速だけどよろしくお願いするわね。さて、あたしはあんたが覗かないように見張り、なんて嘘。待ってる間話でもしましょうよ。そうね、せっかくだし、これまでの思い出とか。記憶喪失のあんたがこの救護院に来て、それからここで一緒にクリスマスをお祝いしたわよね。それからみんなと海で遊んだり、特別なパーティーを一緒に過ごしたり、全部あんたと一緒に作った大切な思い出よ。それ、お嬢様は終わったみたいね。ってことで、はい、この本、次の目的地が最後みたいよ。頑張ってね。さあ、みんなで見送りましょう。お兄ちゃん頑張って、ボウキチも応援してるよ。いってらっしゃいませ。何か困ったことがあったり、話したいことがあったら、いつでもこの家に帰ってきていいから、気をつけてね。長旅お疲れ様でございました、主様。何が起きたのかわからないって感じの顔してるわね。やあ少年、元気にしてるかな。その様子だと途中で本の中を覗いたりしなかったみたいね。そういう律儀なところすごいと思うわ。依頼を達成していただいてありがとうございました。本を預からせてもらってもいいですか。ありがとうございます。それじゃあ、コッコロちゃん、キャルちゃん、シェフィーちゃん、お願いしますね。はい、お任せください。お二人とも、ではあちらへ。配達している間に聞いたと思うんですけど、私たちあなたと出会ってもう3年になるんですね。ちょっと信じられないです。いろんなことがありすぎてあっという間で。覚えてますか？海に行ったり、異世界からやってきた人たちと交流したり、ギルドレースに参加したり、お魚を釣ったり、いっぱい冒険して、その度に素敵な食卓を囲みましたよね。いろんな思い出が生まれて、それを形にできたらいいなって誰からともなく思い始めて、気がついたらみんなの気持ちが一つになっていたんです。で、ごめんなさい、何の話かさっぱりですよね。もう少しでわかりますから。お待たせ、できたわよ。コッコロさんが言ってた通り、あなたって本当に女の子の知り合いが大勢いるのね。びっくりしたわ。他のギルドの皆様に負けないよう、私たちも全力を尽くしました。カリン様、ではよろしくお願いいたします。
お預かりしますね。ギルドを巡る配達依頼の旅、お疲れ様でした。こちらが今回の報酬です。そうです、この3年間あなたと皆さんが育んできた絆を形にしたフォトブックです。中をご覧になってみてくださいまし、主様。みんなのあなたに対する感謝の気持ちがいっぱい詰まってるわ。もちろん私たちのも。そのフォトブックは私たちにとっても宝物のようなものです。それをあなたが持ってくれているって思うと心がポカポカしてきちゃいます。やばいですね。少年、君は誰よりも自分ではなく他人を優先できる素晴らしい心の持ち主だ。そんな少年が困った時には君を理解してくれている人たちが必ず支えてくれる。私もそんな人間の一人のつもりだ。それにしてもあんたとこんなに長い付き合いになるなんて思ってもみなかったわ。まあでもその悪くない3年だったかもね。さあ主様、この後お祝いのパーティーを準備しております。積もる話はその席でいたしましょう。そうでした。パーティー楽しみです。この3年間は私たちにとってかけがえのない時間でした。あなたがいろんな女の子たちとつないだ絆が気がつけば女の子たち同士の絆にもなっていて、それがとても嬉しくて幸せで。そしてこれからまた始まるのよね。いいこと言うじゃない、ギャル。そうでございますね。一つの節目を迎え、そして新たな未来に向かって主様と共に。はい、私たちがこの日を迎えられたことへの感謝とこれからの未来への気持ちを込めて、本当に3周年ありがとうございます。騎士君と乗り越えてきた。君にはいつも感謝しているよ。ありがとう。これからもよろしくね。みまりまりまみまりまりま。いろいろあったけど無事に牧場が帰ってきてよかったべ。私も意外とやるもんでしょ。また一つ主様のためになる新たな力を得たことを嬉しく思います。私のすべてをかけて主様にお仕えいたします。ジェンジプリンセスフォーム。騎士君、これからもずっと私のそばにいてください。かけがえのない思い出ができたわね。来年の夏はもっといい思い出を作ろうね。君はずっとそのままでいてね。これからもよろしく、少年。またあの子たちに会う時までに私も成長しておかないと。自分も次に会う時までに何か必殺技を身につけたいっすね。もちろん君にも付き合ってもらうから覚悟してね。魔法提督ラブリーモリカ、魔法剣士シャイニートモ、魔法探偵ミスティーコスミ、魔法カリウドピュアリーシオリ、これからもよろしく頼む。
私はこれからもあなた様と特別な思い出を作っていきますわ。これからもずっとずっとよろしくね。え、にゃ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 ー、これが私と騎士くんのプリンセスフォームの力だこれからもずっと一緒だよ、騎士くん。全力全開フルパワー。これからもずっと一緒に食べて一緒に冒険しましょう。おいしいご飯のためね。大切な人がいて大切な場所がある、すごく幸せです。これからもよろしくお願いします、ご飯王子。よろしくね。よろしくお願いします。よろしくね。騎士くんと出会ってから今までいろんなことがあったよね。みんなのことが大好き。もちろん騎士くんのことも。今年も素敵な一年をみんなと騎士くんと一緒に楽しく過ごせますように。よろしくね。よろしく。やあ少年、元気にしてる？たまには店に寄って行ったよ。リナちゃんやしずるちゃんも少年と一緒なら楽しんで働いてくれるしさ。もちろん私もね。お願いね、ねなんかいいですね。お仕事してると大変なことも多いけど、トップアイドルになれるように頑張るね。トップアイドルになるその日まで応援よろしくね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お兄ちゃんのこと大好き、みんな好き。これからもずっとずっと一緒にいてね、お兄ちゃん。よろしくね。しょうがないから一緒にいてあげます。自分よりも他の人を大切にしようとするあなたの姿勢、とってもかっこよくて立派だなって先生思うわ。でもだからこそあなたを大切だと思ってる人がいるってことも忘れないでね。そうそう、私もそう思う。そうですね。お主は特別な眷属じゃ。お主の献身に礼を言うぞ。わらわの魔力が完全に戻れば世界征服などたやすいこと。お主も楽しみにしているがよい。ギルドの目的はプリンを集めることなの。ミヤコさん一緒にいろんなこと経験しましょうね、お兄ちゃん。ちょっと町の平和を守るのが我らナイトメアの存在意義だ。今日からまた心を新たによろしく頼むよ。一緒に悪と戦うっす。もちろん手伝ってくれるよね。ともかくこれからも楽しませてくれよ。みんなが楽しそうに笑ってるのが何よりも嬉しいの。そんな場所であんたと過ごせるの本当に幸せよ。また会いましょ。うひひ、照れちゃうな。私に手伝えることがあったら何でも言ってくださいね。お手伝いします。王子はん、王子はん、王子はんと冒険できてほんま楽しかったわ。この縁を大切にせなあかんね。王子はん、これからもずっとそばにいてな。よろしくな。よろしくね。よろしくさ。あんちゃんにはとにかく言葉で伝えきれないくらい大きなものをもらったべよ。積み重ねてきた思い出の数だけ。これからも末永くよろしくな。よろしくね。
よろしく頼むよ。よろしくお願いします。私はヴィスタリア家とメルクリウス財団のさらなる発展と飛躍を願いますわ。周りを見ながらゆっくり着実に。ですからあなた様に助けていただけると嬉しいですわ。何卒よろしくお願いいたしますわ。さあいいとこ見せて。効率的に行くわよ。頑張るにゃ。お前さんには本当に感謝してるよ。面倒ごとに巻き込んじまっても手を貸そうとしてくれる。本当にありがとね。お前さんも困ったことがあれば遠慮なく声かけておくれ。シグルド、これからも共に戦い続けよう。あなた様と一緒なら最高の旅になるに違いありません。楽しいわね。やろ。君ってとっても優しいし楽しいのよね。そうそう、うちもそう思う。これからも一緒に学んで成長していきましょうね。あ、もちろん教師と生徒としてだからね。よろしく。飛行と出会ってからいろいろなことがあったな。これからも飛行と私でバイスフリューゲルを盛り立てていこうではないか。よろしく頼むぞ。ニナンがついてあるから大丈夫です。将軍、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。僕にとって失いがたい学びは君たちとの青春だ。世界の真理より大切なのさ。端的に還元すれば出会ってくれてありがとう。いいじゃん。ありがとうございます。やっぱり君って本当に面白い人だね。ドラゴン族だけのギルド、みんなで頑張ろうね。たぎってきたぜ。ドラゴン族をなめるのです。お前の力借りて戦うのって楽しいな。私はもっと強くなるから、お前もどんどん私に力を貸してくれ。今のところはあなたに協力してあげます。この先どう成長していくのか見届けさせてくださいね。お前の力借りて戦うのって楽しいな。私はもっと強くなるから、お前もどんどん私に力を貸してくれ。今のところはあなたに協力してあげます。この先どう成長していくのか見届けさせてくださいね。